どうも、タビオスポーツの坂本です。今日はね、横浜に来ています。横浜で行われるガーミンランジャパンのですね、今日は5キロ走ろうと思ってこの横浜に来ています。見てください、結構いい景色で綺麗ですよ。海も見えて、ですね、そのガーミンランというのはこれ日本初開催なんですね。なんとなので、この記念すべき第1回の大会にね、タビオスポーツとしてもこうブース出させてもらって、そして私自身頑張って走ってきます。そして今回この5キロ走る目標なんですけども、目標としては頑張って19分切りができればなと思っています。私の上司であるガチランナーからは18分30は切れよとは言われているんですけども、まあ最低でもその19分切るってところね、達成できるように今日頑張ってこようと思います。そしてね、コンディションとしてもめちゃくちゃいいです。13時ぐらい走るんですけども、気温としては19度か、まあ、20度近くなるんで、今日12月ですよ。12月でこのコンディション、なかなか信じられないようないいコンディションなんでね、ちょっと記録としてもね出るんじゃないかと思うんで、頑張って走ってきます。そして今日履くシューズなんですけども、なんとこちら匠線の10ですね、最新モデル、こちらで今日は走ろうと思います。なんとですね、あのアディオスプロ3のちょっと合わないなというところをですね、お伝えしたところですね、こうアイダさんにちょっとお伝えしたら、なんとですね、ぜひね試しに履いてみてくださいということで、こちら送っていただきました。アイダさん、ありがとうございます。今日はね、この5キロはこれで走ろうと思います。これはね、すごく短い距離とかすごく合ってるって聞いてるんで、この匠線で5キロ走ってきます。果たしてどれぐらいの、ね、タイムが出るのか、楽しみに見ていただければと思います。それでは今日もよろしくお願いします。20秒前さあ、いよいよです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ガーミンラン10キロ第1グループが走り出しました。ランナーの皆さん、怪我なし楽しい時間を過ごしましょう。いってらっしゃい、いってらっしゃい。はいどうー、時間も迫ってきたんで、ウォーミングアップしていこうと思います。5 4 3
おめでとう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。いってらっしゃい。手元のスタートボタンを押してスタートしてください。いってらっしゃい。スタートボタンお忘れなく押してください。いってらっしゃい。スタートボタン押してください。お願いします。いってらっしゃい。スタートボタン忘れなく。いってらっしゃい。スタートボタン忘れないでください。お疲れです。なんとか19分切れました。よかったな。やっぱそうですね。でもコースがやばい。1分ぐらいで。コースね。よかった。コースすごいっすね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。リンピアからのおめでとうございます。いやいやいや、貴重すぎる。重たすぎますよ。ありがとうございます。いやー、マジで更新ね。更新というか、19分切れてよかった。ちょっとね、18分半はなかなか難しいとこありましたけど、しっかりビルドアップしてね、走れたんで、本当に良かったです。まあでも、秋葉さん、様々ですね。
お疲れ様でした。無事に5キロ走り終わりました、タイムですね、発表させてもらおうと思います。今回ガーミンランジャパンで5キロ走りまして、タイムは18分46秒で1分でベスト更新しました。ありがとうございます。いや、やりました。もうね、これ本当秋葉さんにね引っ張っていただいたおかげですね。秋葉さんによる神ペーサーでベスト更新することができました。結構ね、あのコース自体もなかなかね、ちょっと癖のあるねコースになってて、折り返しのところとか、しかも折り返しに坂があったりとか、なかなか面白いコースではあったんですけど、まあなんとかねそこでベストを更新することができました。で、目標である19分切りも達成はできたので、まあなんとかね来週のフルに向けて勢いをねつけることができたかなと思います。ただね、上司あるガチランナーからね18分半切れよとは言われたんで、ちょっとそれができなかったので、ちょっとそれは次に向けて課題かなと、お預けかなというところなので、またそこはね18分半切りは次こそ更新できるようにね、また頑張っていこうと思います。で、そして今回ね、この書かせてもらった匠1000の10ですね、10、これ実際履いてみてなんですけども、全然スピード、それこそ3分40とか半とかで走ったんですけど、全然問題なく走れましたね。特にこうしっかり自分でこう押して走る感覚強めのシューズになってます。あのアディオスプロ3とはまた感触は全然違いますね。アディオスプロ3は結構こうシューズでポンポンポンって跳ねる感じなんですけど、これは本当自分でしっかり押して走るようなタイプのシューズになっているんで、そっちの方が好きだなって人であればこれすごいおすすめになります。で、特にこの5キロとか、あとハーフかな、そういったちょっと短いと言いますか、まあフルまでいかないですけど、そういった距離とかであれば、もしっかり自分の力で押してって走るという方にはすごくおすすめのシューズになります。すごく走りやすかったです。ただ、ね、一つだけちょっと注意点なんですけども、ちょっと自分がその甲が高い足になるんですけども、甲高めの人だとね、ここのアッパーの部分窮屈さあるんで、自分ちょっと甲高めの足だなっていう方であれば、やっぱりちょっと本当試着していただいて、試していただいてからご購入された方がいいと思います。ちょっとその部分はね要注意かなと思います。しっかりそこは確かめていただいて、このシューズねご購入いただければと思います。すごくいいシューズです。今回ガーミン5キロをね無事走り切れて、いよいよ来週フルです。そこに向けて練習頑張っていきます。そしてベスト更新できるように頑張っていくので、また応援よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。